テオボスは、オランダ内名編出身の元サッカー選手、元サッカー指導者。ポジションは DF だった。プロデビューから、現役引退までを、SBV フィテッセのみで貫いた、ワンクラブマン。現役引退後は指導者に転身し、FC デンボスや、SBV フィテッセを率いた。2013年2月28日、水岩により亡くなった。 ヘルレドーム前に立つボスの銅像1979年に SBV フィテッセの下部組織に入団し、1983年にトップチームへと昇格した。1988から89シーズン、フィテッセはエールステディビジ優勝を果たし、エールディビジ昇格を決めた。一部でフィテッセは躍進を見せ、1989から90。 シーズンにはリーグ4位でシーズンを終えたため、クラブ史上初の UEFA カップ出場権を獲得した。また、このシーズン、KNVB カップも準優勝している。1998年、現役引退を発表した。フィテッセでは14シーズンで公式1429試合に出場した。1998年からフィテッセの下部組織で、 指導者として働き始めた。2000年、フィテッセのトップチーム監督にロナルド・クーマンが就任するとトップチームに引き抜かれる形でボスもトップチームのアシスタントコーチになった。2005から06シーズンから監督といして FC デンボスを指揮し、2007から08シーズンにはデンボスを昇格プレイオフに導く活躍を見せた。2008から09シーズン ハンス・ベスター・ホフを解任したフィテッセは、公認にボスを据えた。同シーズンの2月には、競合アヤックスを4から1で破るなど、いくつかのサプライズを提供したが、2010年10月21日に、成績不振が原因で解雇された。2011年1月6日、ポーランドのクラブポロニア・ワルシャーの監督に就任した。しかし、2ヶ月後に解任された。 2011から12シーズン、FC ドルトレヒトからの監督オファーを受諾した。しかし、シーズン中に水眼が見つかり、辞任した。2012年12月16日、オランダメディアのスニジシンが水眼を患ったことを発表した。長い闘病生活も虚しく、2013年2月28日、亡くなった。ありがとうございます。